なんかさ、まつり、いろいろ言われてるけど、全然負ける気してないけどね。うん。まあなんか、比べるのは勝手だけど、こっちは別になんかどこと比べるとかあんま意識してないんで、あれなんですけど、どのチームにも負ける気はしてないですよ。Apex って1人のゲームじゃなくて3人のゲームなんで、特に最強決定戦っていうのは協力って書きますんでね。はい。山釣りは星川とアスミと仲いいし、今日もね3人で実は裏でやってたんですよ。配信前にね。そうそう。私昨日も夜に急遽アスミと、ね、眠くないとか言って遊んでたし、あ、もう仲良し3人組なんで、協力っていう意味では、まあ負ける気してないし、前回ね、4位だったんで、ちょっと悔しいんでね、まあ1位取りに行きたいなっていう気持ちもあるけど、まあ優勝は時の運もありますから、エリアとかね、その時の物資とか、残り具合とかさ、誰と当たるか、どのタイミングで当たるかなんてさ、その時にならないと分かんないですから、はい、全力は尽くすけどね、それが、全てではないと思うし、今回で終わるわけじゃないから、はいはい、という感じです。なのでね、比べるのは勝手だけど、なんかどこどこに負けたねとかそういうのは普通に腹立つんでやめましょうね。そんな感じ。そう、全然話してなかったね、 V 最強の話。そういえばチームコーチはね、もう決まっております。はい、チームコーチ、またアステル君と会えるから会いたくねー。去年マジめっちゃちょっかいかけてきたからな。うん、うん、チームコーチ前回と同じですね。前回と同じ、あのピンキーさんにお願いします。はい、よろしく。祭りの個人コーチでもあるね、人です。とても馬です。はい、世界一の人、あ、そうです、そうです。やっぱね、まあこれは祭りのただの個人の意見ですけど、祭りはね、あのコーチをつけなかった時期もあるんですけど、コーチはガチでつけた方がいい。そのね、祭りつけなかったことあるけど、意見がまとまらんからね、正直。誰の意見が正しいなんてないからさ、マジで意見まとまんなくて、結局どうすんのってなって、なんかギスギスみたいになるのが嫌なんでね。つけました。経験者は語る。え、マジでコーチがいるとマジで変わるよ。私はこうしたかったです、私はこうしたかったです。え、コーチどう思いますか、こういう方向で行った方がいいと思います、わかりましたみたいな。あ、そう、指揮者みたいなもんですからね。そうそう、マジで助かる。まあでも別にコーチがいないからって言ってうまくいかないかどうかなんてね、それは祭りの性格上の問題説全然ありますから。だからまあそんな感じです。人次第だと思います。のでそれが最適解とかそっちの方がいいとかはないと思うんでね、どのチームも正々堂々頑張っていきましょう。祭りちゃんローバー、え、なんで祭りレースだよ。祭りレースのイメージないんかな、なんでなんだろう。前回の V 最強見てない人が多いみたいな、そんな感じかな。祭り前回の最強エルスターで暴れまくってたんで、あのよかったら見てください。はい。あの IGL しながらキルリーダーちゃんぽん取りました。ピース。そこから成長してるから、まあ祭りもみんなも勝ちに行こうぜ。